皆さんこんにちは、エルザです。今回は6桁の電話番号を使って謎解きをしていく 2D アドベンチャーゲーム、ストレンジテレフォンをやっていきたいと思います。結構ね、ドット柄が特徴なゲームなんですけど、また不思議でね、電話番号、6桁の電話番号を使うっていうことなんで、やっていきたいと思います。この子が主人公の女の子だね。名前はちょっとまだわかんないんですが、まあ、設定とかはさっきいじってたんですけど、これね、その他だけはね、なんかネタバレになりますみたいなこと書いてあったんで、これはまた後ほどやりたいなと思います。じゃあ、目覚めましょう。あ、ノーメモリー。ああ、データあるんだね。そんなにあれなのかな？大変なのかな？一応ね、マルチエンディングらしいんで、楽しみなところではあるんだよね。まあ、セーブデータを開けとけば、もしかしたら今後、役に立つかもしれない。じゃあ、一番上からやっていこうかな。一つ目の記憶を呼び覚ましますか。はい。このゲームは、主人公のジルと電話のグラハムが協力して閉じ込められた世界から脱出するアドベンチャーゲームです。ご丁寧に。ご丁寧に。で、流れとしては、ま、こんな感じだよね。6桁の番号に電話をかける。で、それが起きると、様々な奇妙な世界に生きると。で、唯一現実とつながっている扉の世界がある。ここから脱出するのは、鍵が必要ですと。電話を切ると元の世界に戻る。これ時間制限あんのかな？探索を続けると様々なアイテムが手に入りますと、気になる場所で使ってみると何かが起こるかもしれませんね。はい。で、電話をかけた世界に続けるとグリッチが増え続けて、徐々に世界が崩壊していきます。あ、やっぱ時間制限あるんだね。0が5になるとっていうことか。あ、増えていくんだ。知り合いと電話番号を交換することで、より多くの世界を知ることができるかもしれません。様々な番号に電話をかけて、ストレンジテレフォンの世界をお楽しみください。お、早速始まった。あ、結構細かいね。で、グラハムもいるよ。一応ね、左右に動くことは可能って感じかな。L ボタンは？ああ、L ボタンはイベントリなんだ。おお、すごい。これ、あれだよね。黒電話だよね。この動きはね。あ、すごいね。あ、写真を撮って異世界へ転送できると。へえ。あ、これは設定か。ってなると、まず、何かしら電話番号を調べないといけないね。太陽のランタンを手に入れた。はい。あ、ランタンだけか。これは？あー、早速番号書いてある。もう早速かけちゃう？じゃ、かけてみようか。あ、自分で、こっから自分でするんやね。はい、かけまーしょ。さあ、始まった。これ写真撮っとこうか。あ、意外と溜まるの早い。あ、すごい。右側。あれ？あ、右側行けた。さらに行ける。すげえ。しかも、あれだな。何が起きてるのか全くわかんないね。おー。
でもね、なんかね、じゃあ触れますかって言われるとそんなことはなく、あ、視野が荒れていてこの状態で何もわからない。やっぱわかんないのか。だよね。じゃあ一回出よう。もう5だもん。はあ。あ、これはなかなか痺れるかもね。じゃあ電話帳で電話番号が記入されていくっていうか追加されていくの分かったから、これを探していくっていうのが重要になるのかな。もう一回行ってみる。次左行ってみよう。お、足場ない。そうなんだね。結局ね、視野が荒れていて何も見えないっていうか、結局一緒になるね。え、これあえて5までグリッチ貯めてみていい？どうなんだろう、どうなるんだろう、5まで貯めたらゲームオーバーなんのかな。でもさ、映像ずっと乱れてるから、あ、これエンディングってこと？取り残されてグラハムと一緒になっちゃったってことか。マキシマムグリッチ一つのエンディングみたいだね。マジか。ってことは、あ、何かしら探さないといけないってことだね。戻ってきました。まあ結局鍵探さないといけないんだけどさ。あ、ランタン使えるようになってる。え、どういうこと？あー、カメラと別になってるってことか。1と2で分かれるんだ。はい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 。あー、じゃあこれでいいんだね。まさか最初にバッドエンド見ることになるとは。よし、じゃあ行こう。あ、見える見える。184733、184733をなんか出るの？184733。うさぎさんは話せれない。様式の絵に意味あるのだろうか。まあなんか一つだけね、おかしいよね。ブラックホールみたいなやつあるよね。あれ、風変わってるね。グリッチ上がっていくとみたいなパターンかな。でもこれ以上はちょっときついね。じゃあ番号一回見てみようか。これで行ってみよう。おー、来た。なんでしょうこの子。グラハムのような雰囲気を醸し出している。だ、ここの住民ってことか。グラハムもともと裏の人間ってこと？ここの世界ね。古い形の電話機のようだが、何者かによって壊されている。でも鍵見つけないとな。サーチデバイスを手に入れた。直せるわけではない。なんかすげえところ来たな。何君？寂しそうな顔をしている。あ、でも、結局なんかその電話かけた時に新しいところ行くけどって感じだね。やば。
とても寒気がする。近くにいると吸い込まれそうだ。木って書いてある。奇妙の木って書いてある。焚き火。古びた椅子だ。あ、しかもちゃんと座るんだ。結構グリッチ激しくなってきたね。これは出ましょう。危ない、ギリギリ。で、チョコ。オブジェクトで、焚き火、まあ椅子。ヘンゼルだって。ヘンゼル。グレーテル出てくるかな。誰かのお墓。ディスコネクト。大きな釜でジルとグラハムが使っている電話回線を切断してくる。やば。そのままなんかゲームオーバーなりそうな勢いだね。オニウム。サーチデバイスね。電話かける上で必要不可欠なアイテム。誰が作ったのか不明。ちゅうことは、あ、でも別に、か。アイテム、アイテム、あった。しよう。ここでは使えない。ああ。じゃあさっきの電話のところで使えばよかったのかな。記録してくれてるわけじゃないんだよね。184733書き込んでっていう風にしてないとダメだね。ああそれはずっと使っとかないと。ここでは使えないのか。相変わらず戻さなくていい。それは取ろう。多分何かに使うんだよ。なんかいる。無限の何予行炉職人が作った不思議な傾けると無限に水が湧きる。じゃあ水かけて何かできるってことか。サンキュー。あー、じゃあ火事のところかな。看板、まあ、なんもない。奇妙だな。壊れた柱だ。これは不思議な目玉がじっとこちらを見つめている。写真撮ったりするといいのかな。古びたドアだ。鍵穴が存在しない。あれ？実はこれ自宅なんじゃない？ふかふかベッド。あってんな。ここの部屋、あれだな、調べ終わったって感じがしたけど。はい、出ましょう。4だった。危なかった。ゲットできたものとして水。まあ、でも、もう一回行く感じか。そうだね。これで誰かがいるよっていう感じなんだ。まあ、なんか関係あるんだろうけどね。お菓子部屋。カラカラに乾ききってる。カラカラに乾ききってる。じゃあ使いましょう。お、ミラクルシュガーを手に入れた。ぷよぷよみたいなの着てる。あ、常に持っててくれてるよね。これだけ？舐めると甘そう。うそー。舐めると甘そうはちょっと言い過ぎじゃない？ミラクルシュガーだって。
燃料が不足しているみたい。じゃあ燃料はここ持ってくればいいと。激しく燃えている。火が消えてしまった。消えてしまっただけ。何か起こるのかな、これで。こちらをずっと見ている。これ一回写真撮っておこうか。あ、ちょっと待って、これ何？材料に使うんだ。これ実は、スクショだ、ただスクショだったりしてね。あ、いや。時間来ちゃった。いやー、左上のゲージを見るのが本当忘れる。写真は意味なかったね。何これ、泣いた。あ、取られたから泣いてる。 あいいね。これ何？リペア用ネジ。あ、これはまたゲームオーバーになっちゃう。危な。リペア用ネジ。何も起こらない。そんな感じか。何かを修理するネジ。まあそういうことだろうな。まあ新しいとこ出てきたけど、ちょっとこっち側行ってみようか。また使ってみましょう。あ、体が分裂したが元気そうだ。マジで。おーら、元気そうなんだね。で、ここはあれか、さっき来た時の部屋か。鍵、また鍵か。あ、シャッターが閉まっていて開かない。開かないのか。宇宙だ。あ、やばい。戻らないと。え、今回の収集品は？いや、特に変わらずか。なんかさ、電話のその、ヒントっていうのもないからさ、番号のね。じゃあ、こっちの世界の、左側を攻めようか。さっき右行ったからね。あれ？うさぎちゃんが捕まってるね。うさぎちゃん関係してんだろうな。死神的なね。よし、君を解放してあげよう。元気そうだ。ペロ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 。わかった。わかった。君はね、これだ。ミラクルシガー。あ、違うんだ。ペロ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 って言ったけど、レロレロ、レロレロやったらちょっとあれやったけどね。戻ってきた。これも消しちゃうか。まあ消してどうなるかっていう感じなんだよな。
君は何なの？お前は何を見据えているんだろうか。まあ、とりあえず、うさ。何も来らない。ですよね。あ、これなんだ？新しいやつだ。その機械、パーツが不足してるみたい。パーツありましたっけ？あ、いけた。万能な鍵を手に入れた。あ、鍵なんだ。じゃあ、これで行けなかったところ行けるようになるわけか。よし、ってことは、もう一つの家の方行ってみようかね。さあ、着いた。万能な鍵を使うとき。ガチャ。丈夫な鍋。鍋？何か使えるんだろうね。鍵ではないよな。まあ、とりあえず見つかったアイテムはこれだけか。まあ、鍵と鍋か、これをどうにか使えばまだいけそうな感じはあるね。おかそうか、難しいな。いや、意外とね、電話番号でどこそこ行けるのかなと思ったら、そういうわけじゃないんだね。一つ一つ丁寧に謎解きするっていう感じかな。はい、ということで皆さんご視聴の方ありがとうございました。まあ、こんな感じでいろんなゲームとか、攻略解説の方とかよくやってますので、チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。